私は見張りの目の前をすごく自由奔放に駆け回っているけれど。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、まあこういう着ぐるみを着て私は牢屋に閉じ込められたわけだが、これってほんまに人なんかな。人っていうかモンスターか。水をくれ。え、ってかなんかそこ穴開いてない？穴、水ってどこにあるん？水って何これ。なんとか飲めそうな水が溜まっている。水をすくっていきますか。ほい。何にすくうんやろ。手のひらで汚い水をすくった。え、この着ぐるみで手のひらに水溜めたらなんか染み込むような気が。あ、向こう側になんかおるね。同じようなやつかな。ありがとうよ新人さん、おかげで少し寿命が伸びたぜ。右も左もわからねえって顔してるな。ようこそクソタレな黒鋼の監獄島へ。ようこそって言われても、まあでも仲間だから。これ自分で掘ったんかな。お前パークのもんじゃねえな。よそから来たやつだろ。心配すんな、イタブルにチクろうとかそんなことは思ってね。だが何のためにここに来た。余計なこと考えてると身のためにならんぜ。いい人だな。人じゃないけど。なんだと？ルキアに会いに来ただって？そりゃ残念だったな。隣の牢にルキアってやつがいたが、もう死んじまったみたいだぜ。え、嘘？マジで？え、マジで？ずっと物音一つしねえんだもの。嘘だと思うなら自分で調べてみな。え、ずっと探してた人が死んだとか嘘言うなよ。てか、面白いね。このモンスターみんなこういうぶりっ子みたいな格好するの。ルキアは隣に牢に入れられてたぜ。もう死んじまったんじゃねえかな。え、多分逃げ出したんじゃないかな。違うの？くぐり抜けられそうな穴が開いている。穴の向こう側に行きますか。あ、私の大きさならいけるんやね。行く行く。え？お、薬草を手に入れた。これ？これモンスターですけど。あ、でも代わりにいたって言ったけん、同じように着ぐるみに入っとったってことかな。なんと中身がない。抜け殻。いや、着ぐるみのようだ。やっぱり同じ作戦で来とったんや。人間やけど連れて行かれたんかと思った。ってことはどっかから抜け出したってことかな。どこから？え？だって向こうの人が気づかん間に抜け出しとったんやろ。どういうことだよ。中身に何も入っていない。どうやら着ぐるみのようだ。え、でもここに、この場所にルキアという人はいたんだね。こっから？牢の電子ロックが解除されているようだ。こっそり抜け出しますか。ほい。え、普通にガラガラって開くようになっとるってこと？マジか、開いたわ。え、その辺のモンスターは監視じゃないの？私普通に目の前走り回ってるけど大丈夫っすか？大丈夫じゃねえよな。ねえねえねえ、牢の扉には電子ロックがかかっているようだ。あの、こっちに気づいて。ちょ、一旦戻って話してみようか。てかピコーンとかならんのやけど。ね。ローン電子ロックが解除されているよう中に入りますか。ほい。とりあえずちょっと教えてあげよう。でもあの大きさやったら通れんのかな。穴の向こう側に行きます。ねえねえねえ、おじさん。性別わからんけど。いや、信じなかったよ。抜け殻になっとった、抜け殻に。何の報告もできんみたい。じゃあ私普通に出ていくね。普通に。なんでこんな走り方なんやろね。後ろに後ろに引っ張られすぎやろ。こっそり抜け出します。こっそり抜け出して、ちょっと別の牢屋の様子とかを。ここには誰もいらっしゃらない。電子ロックがかかっているようだ。私は見張りの目の前をすごく自由奔放に駆け回っているけれど、ここも電子ロックかかっとんかな。なんか中に宝箱が見えるんやけど、取れんのかな。この辺なんかおるね。サボテン。おい、あんた助けてくれ。こっから出してくれ、頼む。でも多分ね、電子ロックかかってるんだ。ここは？
電子ロックかかっとるね。なんか奥の方に宝箱が見えるけど。お？なんだお前は、囚人ではないのか？もしかして新しい監視か？そうですそうです。嘘をつくな。監視の証を持っていない監視などいるものか。さっさと自分の牢に戻るがいい。ぐずぐずしてると痛い目に遭わせるぞ。ん？戻された。なるほど、発見されてはいけない。発見されんようにどこに向かえばいいんかな。てかルキアさんは一体どういう風にどこへ行ったんだろう。てかあの穴、誰も何も気づかないのか。この人も監視かな。話せる。お前やけに弱そうだが死に入りか。監視の証をちゃんと持っているか。持ってます。そうか、ならばいい。監視の証はちゃんと持ってるよ。持ち歩かないとうるさい奴がいるからな。なくしたりすると大目玉食らうぜ。口頭だけでよかった。あのおじさん優しい。あの人いい人。持ってますだけでよかった。これは王子様、勝手に持ち場離れるな。遊んでないでさっさと仕事に戻れ。今日はあのお方がいらっしゃる日だ。そういう大事な日に頼んどるぞ。なるほど、監視だと思われているみたいだ。どうすればいいのこれ。何をどこに行くの。はあ。ジャンプで乗り切ろうとしたのに。なんてことだ。ああ、戻された。何かしらできることがあるはずなんだ。何かしらできること、なんだ？何も記されていない。とりあえず、ちょっと調べまくろう。調べまくって、ベッドを使って休める。いや、いいよ。今多分満タンだから。牢の扉には電子ロックがかかっている。死んでないんだって。向こう側に行きます。何もないんだけど。どうだ？何かできることはないのか。とりあえずここからまあ自由に出入りはできるんだけど。抜け出します。選択肢を変えてみたらいいってことかな。ここ別に開けれんやろ？よいしょ。よいしょ。電子ロックかかっとるよね。ここで持ってないにしたらどうなるかな。お前やけに弱そうだが新入りか。監視の証をちゃんと持っているか。持ってないです。仕方ないやつだな。ほら受け取れ。俺の指を分けてやる。もうなくすなよ。そんなことがまかり通るのですか。優しすぎるだろ。監視の証を手に入れた。あ、これであっちが通れるかな。おじさん超いい人、ありがとう。抜け出したのに。なんだお前は、囚人ではないのか。もしかして新しい監視か。そうです、ほら監視の証を。だったら監視の証を見せてみろ。ほう、確かに持っているみたいだな。最近監視の証を忘れるやつが多くてな。お前はなかなかに真面目なようだ。お前みたいに弱そうなやつでも真面目に働けば評価してやるからな。よし、一つ仕事を頼む。2階にある装置が正常に動いているか確かめてこい。イッタブル様が監獄島に侵入者がいるとおっしゃっていてな。念のためだ。ルキアさんだな。2階の装置が正常に動いているかどうか。監視の証を分けてくれるとか、ほんま何事。この階には誰もいないの。電子ロックかかっとるね。上の階やけん、なんかちょっと凶暴そうな人がおるんかなと思ったけど。さっきイッタブルが帰ってきたが、またすぐにどっか行っちまった。なんだか不気味だぜ。一体何をしてやがる？なんだろう、サボテンとぬいぐるみしかいないのか、ここは。てか街自体がそんな感じなんかな。まあ、監視の証持っとるけん大丈夫だろ。なんか死神おる。まったく、ついてないぜ。イッタブル様の命令で徹夜だよ。上の階で爆弾が見つかってな。仕掛けてネズミを探し出すとさ。まったくそうは言われてもな。姿もわからんのにどうしろってんだ。ルキアさんのことかな。ネズミっていうのは。ぽいよね。ん、ここはいない。こっちは？お。息子は元気にしているだろうか。いろいろ諦めたが、それだけは心配でね。こんなところで果てる服を乗ろうなら、ただそれだけが理由だよ。
同じような姿の人ならいたけど、あれが息子かな。宝石の力を20個手に入れた。なんかよくわからんけど大量に手に入れたぞ。あれかな。ぐねんぐねんしてしまった。アクセサリー系のやつかな。宝石の力。宝石の力とか言われても、どんな力だ。とりあえず2階に行って、てかこれって、乗れないのか。さすがにキラーパンサーたちに乗ることはできないのか。じゃあちょっと上の階に。てか監視の顔ぐらい把握しとけよな。なんだなんだなんだ、なんか超紫なんだけど。毒々しいぞ。なんか流れおるし。機械とは一体何ぞや。どの機械だ。何もないぞ。この辺？扉は固く閉ざされている。あ、これ扉なんや。そんなことすらもわからない。これは？別に特に何もできない。てか、遅いよー。歩くの遅いよー。辛い。ダッシュ機能が欲しい。条約層を手に入れた。やったね。やったね。めっちゃとろいんですけど、そこにも何かある。条約層。薬草系はね、ちゃんと手に入れとかんと、後々困ることに。はい。メタルストーンを手に入れた。メタルストーンとはなんだ？よくわからないものがいっぱいある。あ、この辺かな、機械。おっそ。かわいい。歩き方。なんでそんな歩き方になるんだ？着ぐるみでしょ？おー、来た。え、これは、さっきの人かな？ねえ。おい、やめろ。やめてくれ。うるさい。早くこの中に入れ。ほら、絶対さっき一緒に入っとった人や。え、なになになに？何が行われよん？あの中でなんか、めったうちに。え、なに？え、なんか、敵っぽくなった。ギギ、ギギギ、マザー様万歳。ほら、今までのボスとかもみんなこんな感じあったもん。なんか、右半分が。うん、いい出来のブレイクモンスターだ。改造装置は異常なしだな。ん？改造装置の確認に来たのか？装置は問題なく正常に動いてるぞ。一階でこれなら集会があるんで、その、ん？一階でこれから集会があるんで、その前に下のやつにそう伝えておいてくれ。へえ、これさっきの人だよね。ギギ、ギギギ、マザー様万歳。魔物をブレイク化させる改造装置は問題なく正常に動いてるぞ。一階でこれから集会があるんで、その前に下のやつにそう伝えておいてくれ。なんだ？え、もう聞いたよ。え、なになに？聞いたよ。え、知ってますけど。あ、もしかして方向が違うってこと？あ、なるほどね。私はより奥に進んでいこうとしたのか。向いてる方向がちょっとよくわからなかった、自分で。びっくりした。エラー出たんかと思ったよ、何かしら。どっから来たっけな？あっちか。こっちからぐるーっと。ちょっとさっきの牢屋覗いてみたいんだけど、あの人よね、多分。他にいなかったと思うもん。どこだ、どこだ。ちょっと待ってね。さっきの牢屋、さっきの牢屋。確かこっち側やったはず。どこ、ここか。あー、ほら、連れて行かれとる。てか、私が脱出したことに気づけよ。あー、あの人、ブレイクモンスターとやらになってしまっとる。かわいそうに。ふん、心配のしすぎだったか。何事もないならそれでいい。ご苦労だったな。さあ、集会の時間だぞ。お前もそろそろ整列するんだ。それって天候とかないのかい？誰だお前ってならん？ほら、なんか怖いんですけど、超集まってるんですけど、監視さんたち。誰？あんなやついた？あんなやついた？ってなるって絶対。このゴーレムもその、ブレイクモンスターってやつってことよね。
注目なのである。お前たちに大事な話があるのである。知っての通り、今日は我らがダークマスター様が視察にいらっしゃる。しかし、その前に良くない知らせが入ったのである。ルキアのことやね。ネズミが一匹、監獄塔の中に入り込んだ。改造装置の破壊が目的のようである。ネズミはまだ見つからんのである。よって、あらゆる可能性を考えねばならん。この中にいるとか言い出す。いや、怖い怖い怖い、目の前に来るよ。貴様たち監視の中に裏切り者がいる。そういう可能性だってある。おい、貴様。何でしょうか。てか、誰が面接して誰が雇ってるの、これ。ん？あ、こっちじゃないんか、そっち？骸骨？寝てるー。この状況で寝るとか最強すぎるんだけど。こんな時に立って寝るやつがあるか。ぶったるんでるのである。あー、殴られるよ。ほらー、もう。ともかく、我らは襟を正してダークマスター様をお迎えせねばならん。貴様もわかっておるな。てか、いつもの集会にこいついなくねってなんでならないの？この人数だよ。こんな少ない人数なのに顔と名前ぐらい覚えろよ。ん？貴様、見かけない顔であるな。貴様のような監視はいなかったような。なんだなんだ、どう答えるんだ私。ふん、我が輩の覚え違いであるか。そうですそうです。そんなんで通じるんかい。え、何今のビリ？なんであるか今の音は。まるで何かが破けたような。どっちにしろモンスターだとしても、ぬいぐるみのモンスターなんだから破れることだってあるだろう。ん、貴様、中身が見えているのである。着ぐるみを抜いて正体を見せるのである。うわー、マジかよ。ここで戦い。あー、もうビリ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 と。貴様はやべえ。アンセス、誰？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。